そして県知事選挙の投開票日には、現職議員の辞職に伴う県議会議員の補欠選挙が合わせて行われます。県議会は与野党が拮抗していて、選挙結果によっては議会運営の主導権や県政運営に大きく影響するものとみられます。補欠選挙が行われるのは那覇南部リトークです。 那覇市長選に出馬する予定の小長武春さんの辞職に伴うものです定数48の県議会は小長さんが辞職したことで与党勢力は1つ減らして23議席赤嶺議長を除いた野党中立も合わせて23議席で拮抗しています 与党と野党中立のどちらの勢力が補欠選挙の一議席を獲得するかで議会運営をめぐる主導権争いが決するものとみられます補欠選挙にはオール沖縄勢力から那覇市議の上原海座さんと NPO 法人の代表を務める糸和美希さんが出馬を表明しています 無所属中立の立場を取る糸和さんは前の参議院議員の糸和恵子さんの長女でオール沖縄勢力の支援を受ける上原さんとで票が分散する可能性がありますまた前の那覇市議の中松博さんは賛成党の後任として出馬を予定しています 自民党は公認候補の擁立を模索する動きがあるものの、現職議員が出馬することへの慎重論もあり、現時点で対応は決まっていません。補欠選挙は議会運営だけでなく、県政運営にも大きな影響を与えるのは必至です。県議会議会員の補欠選挙は来月2日に告示されます